はい、こんにちは、柴崎です。お元気ですか？うん、よかったね。はい、もう柴崎もね、毎日ね、体操して元気にやってます。さて、今回も柴崎が独断であなたの絵を見てお直しするコーナーの始まりです。ありがとう。もうたくさん送ってくれてます。はい。もう毎回パソコンでこう調べながらね、もう整理するの大変なくらいです。今日そういうね、たくさん寄せられた皆さんの作品の中からお会いするあなたの絵を今から抽選します。さあ、だん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 ってね。あなたの絵はどれだろう？いきます。あっち向いてるね。ここら辺かな。よいしょ。取りました。はい。57番です。おめでとう。じゃあ早速、57番。どんなあなただったか、もう一回パソコンで見てみますね。はい。ありました。ありました。はい。57番の方の作品です。ミャンマーの方ですね。20代の若い方です。ま、タイトルは風景となってます。ね、ありがとう。ミャンマーも、この時期でも暖かいよね、ミャンマーはね。はい。いかにもでも、そんな感じの、ね、ローカルの雰囲気漂う水彩画ですね。とてもこう書き込んでいて力がありますね。素晴らしい。うん。さあ、ではね、柴崎がこの絵をどこを評価して、どこをちょっとこうしたらいいよってアドバイスがあるか、早速やってみたいと思います。はい、この作品ですね。ねえ、ミャンマーの方から送っていただいたんですよ。いかにも、ま、ミャンマーのね、水辺の風景かなって感じがよく伝わってきます。ね、こう、樹木の描き方なんかも大変上手だし、いいとこいっぱいですね。とにかく、この絵の一番いいところは、その、やっぱりローカルな、そのあなたのお国の雰囲気がよく見る人に伝わってくるというところが一番いいですね。まあそれが今言ったように、この樹木の描き方だったり、まあこう空の描き方だったり、そういう一つのテクニックが積み重なってそのように見えてるんですね。全体的に優れてる絵です。柴崎がこの絵を直すとしたら、まあよくこれ皆さんたちよくやることで柴崎も指摘してるんですけども、こことここが、ちょうど半分半分ぐらいですね。だから、どうだろう、この場合は。水面が大事なのかな？それとも空が大事なのかな？どっちなんだろう？ねえ。まあ、こんな樹木も上手に描けてるから、水面を少しこう下げてみてもいいのかな？と思いますね。はい。さあ、では、ね、その墨を少し下げたらどう見えるかという点でやってみましょうね。はい。こうなんですね。だからここを下げてしまう。奥の方にここに橋、なんか橋があるんだよね。で、ここに建物が。建物をもう少し大きくてもいいかな。こっちからなんかこう重なってんのかな、こうなってんのかな、ちょっとね、間違ってたらごめんなさいね。で、なんかこれね、こんな風に見えて、ここら辺がこうなってんだ。黄色い花。じゃあ橋もつかこっちの方にしようね。これにしようね。で、ここから木がバーッと大きくですね。で、これがここにこう映ってる。ここ。
ん、これまで。こうなって、こっち、こう来がここにオーバーラップして、こうなってるんだ。で、こっちも、ここら辺に、じゃあ、こうやって、こうやって、こう来て、これが、あ、何か、こうなってんだね。これが映ってる。まあ、これが、まあ、ちょっと見えるかどうかわかんないけど、少し映してみましょうかね。こうやって、こんな感じ。こうかな。ね。はい。もう空、すごくうまいですね。もう大変いいと思います。さあ、それじゃあやってみましょう。まず何かここら辺にこうピンクのような素敵な色が入ってますね。こんな感じ。このようにこう下に入れた色は素敵ですね。とてもいいことだと思います。こう。ですね。こう自然な色の濃淡でちょっとアピールしてるんですね。そしたらこの建物がしっかり見えるため、後ろを、ま、ちょっと塗ってるんですけど、もう少し暗い方がいいかなと思いますよね。どんな色にしようかな。例えば、このくらい？このくらい暗く塗ってあげると、このお家がですね、はっきり見えてくる。ですね。こっちの方にもそんな木があるんですね。だから、ここか。こうなって、こっちにこう木がこうあるんだ。こんな感じだよね。で、ここをちょっとこう、濡れた筆で、ところどころこうソフトにして、これでこのお家が見えてきましたからね。あとなんだろう。そしたら、じゃあこのお家の色を、まあ、見えるかどうかわからないけど、ちょっとこう映そうね、こうやってね。やっぱり何か、この辺がなんか素敵に見えた方がいいもんね。こんなのって。ん？ここがこう。ここだよね。よいしょ。ここかな？で、ここが、ちょっとこんなになって、なんかちょっとこうなってんだね。もう一度もこうなってんのか。こんな感じ？だからこれからどこどここうちょっと映るような感じで。はい。もうあとはすごくいいんだね。ここに黄色い木があって。もうあとはあなたの絵を追いかけて描くだけなんですけど。ね。こんな感じになって。こうなんだ。だからこれもちょっとこっち入れよっか。ちょっとね、こう一緒に描くつもりで。で、その後ろに深いグリーンの木があって、ここですよね。なんか、こうなって、こんな感じ。こうなんだ。ドライブラシで。こんなんかな？ここに、このお家、このお家の形わかるかな？これ。もうちょっと書き起こしますね。なんかわからなそうなので。ここにお家があるんだよね。これがそうなんだね。そして、この家がこれなんだ。こうなんだよね。うん。で、なんかここいとか、なんかこうなんだ。こんなんでいいかな。はい。ね。こうなっていうのに、こういう風な具合になっていってる。うん。うちがちょっと見えましたね。はい。
たら樹木を他の色を重ねて、で、ここに橋みたいなんだな。こうなってんだね。こうなってんだ。はい。これもこっちへこうして。うん。で、ね、この木は大変上手です。こんな、こうだね。で、こう、こうやって書いてんだね。ね、こうなって、こう切って、こうなってんだ。はい。まあ、全体的にいいんですね。こういうとこはあまり細かくしないようにね、ここね。遠くの方ですよっていうことで少し単純化して書きましょうね。このくらい。こんなことかな。ね。水面との境目を少しこう暗くして。こんなことかな。この木はとてもいいですね。この木はうまく描けると思います。はい。あと、ここがなんか、こうなってんだよね。こんなんなって、こういる？こうなんだ。で、ちょんちょん、ちょんちょんちょん、こうなってる。ね。こうなんだ。はい。そうですね。そして、で、こう乾いたかな。ちょっと乾かしますね。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーにね、なっていただけますと、柴崎の作品のね、データを、ダウンロードできたりね。また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり。もう、特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。それで、この樹木の、まあ、あまり暗くないかな。このくらいかな。こう、大きなタッチで描きながら、こう描いてきて、ここも大きなタッチですね。こうですね。そしたら、まあ、例えば、こんな風なもので、このところを、ね、なんかこんなふうにやって、ここはあまりだから強く描かない方がいいんだよね。あまりこっちとこっち両方に目がいっちゃうといけないからですね。で、こういうとこに、まあ、なんか 色入れるんだ、ちょっとですね。このくらいでしょうか。はい。それで、はい、あと水面だけですね。それぞれのものが映ってるんだっていう感じで。それであなたはドライブラシで描いていてとってもいいですね。こういう雰囲気で描いてます。から、ここら辺紙の白をたっぷり活かしてますよね。それすごくいいと思います。だから、今度はこれがここら辺に、ドライブラシにこうなって映ってくる。ここかな。そして、この木が映ってくる。
もうちょっと暗いかな。こうやって。ですね。こうして、その木が、ここに、移ってくるんですね。うん。移したところ非常にうまくいってますからね。そして、この木がここに移ってくるように、まあ、描くと。もうちょっとこの色はここに入った方がいいかな。このくらい？このくらいかな。こうやって、ここ、こんな風に入って、で、これをこう一体化させてね、そっと溶かして、ここの後ろがとても綺麗に見えるようにしましょうね。横の線は控えめにね、あんまりたくさんやらないようにしましょう。そうすると、ほら、もっと明るくね、もう少し、ここが強調できるでしょ？ここが。ね。はい。ということなんですよ。はい。書き上がりました。ねえ。どうでしたか？見ていて。うん。もうすごく絵が上手かったからね。まあでも、ね、ここね、肝心なのは。うん。これね、風景画でよくやってしまうことなんだけど、結構肝心なことですよ。ねえ。もうたくさん絵を描いてる方はね、ちょっとこういうこともね、参考にしていただけるといいかなと思うんだけどね。さあ、ということで、今回はミャンマーの若い方からの作品でした。さあ、次回はね、あなたの絵を柴崎はお待ちしてます。もうね、私、ちょっと腕に自信がないからとかね。なんか、そんなこと全然心配ない。うん、もうとにかく、オリンピックと同じ。参加することに意義あるから。もうどんどん送ってくださいね。応募先ですね。この紹介欄のにね、応募の URL をね、貼っておきますから。あなたのオリジナルの絵をね、1点だけ待ってますよ。今回の作品の評価はね、この動画の一番最後で発表します。さあ、ということで、今回もね、長い時間見てくれて本当にありがとうね。もう続々とこう、ね、皆さんたちのコメントを寄せていただいて、本当に嬉しい。あなたのコメントを待ってます。はい。また、すぐにね、新しい作品で、あなたとお会いしたいと思います。それまでどうぞ、お元気にね。はい。それではまたね。ありがとう。